いつも見てくれてありがとうございます。今回はディズニー映画、ピクサー映画、マイ・エレメントの映画の感想を言いたいと思います。警告後、ネタバレありで話していきたいと思いますので、必ず内容知りたくないよという方は、警告後前までは見てくれて、警告後後は見ないでください。では、まず結論から言いますと、映画、マイ・エレメントの感想は、面白かったです。面白いです。で、しかもおそらく泣く人もいると思います。泣かないにしてもグッとくる人もいると思います。ただこの映画は王道展開ですので、よく言えば安心して楽しめる映画であり、悪く言えば突出したものがあるようなないような、いやあるんだけどっていう、まあ、王道展開だよね、いつも通りの展開だよねっていう感じです。でもこの今の感想っていうのはディスってるのが聞こえるかもしれないですけども、そうじゃなくて、やっぱ王道はやっぱいいんですよ。王道展開やっぱいいんです。安定して、まあ、安心して楽しめる、しかも泣ける感じですですね。お金払ってよかったと思える映画だという意味なので、いいんじゃないかなと思います。ただね、例えばある YouTube さんは、 YouTuber さんはね、その深いやつが好きとか、一見わからないけど掘り下げていくと面白いっていう、そういう映画が好きな方はね、ちょっと物足りないかもしれない。僕は分かりやすい映画が好きなので、この今回の映画すごい分かりやすくて、はい、とてもいい。朝から朝一で見たんですけども、よかったって感じです。もうすぐ上げたかったんだけど、まとめるのとかちょっと用事があって、うんぬんかんぬんで今の時間帯になったんですけども、はい、まあそんな感じです。さて、ここからはですね、マイ・エレメントとはどんな作品だったのかっていうことについてちょっと話してみたいと思います。まあ、制作会社とかキャストはとか、あらすじとか、どんな映画なのか、ネタバレありで話していきますので、全く知りたくないよという方はここで話を聞くのをやめてください。ではまず、この映画はトイ・ストーリー、モンスターズ・インク、リメンバー・ミーなどを制作したピクサーアニメーションスタジオが、火、水、土、風といったエレメント、元素の世界を舞台に描く長編作品です。火、水、土、風のエレメントたちが暮らすエレメントシティ。ちなみにこのエレメントとは、簡単に言うと妖精みたいな生き物であり、この映画では人間のような暮らしをしていますと。はい。火が、まあ要するに擬人化してるって感じですね。で、家族のためにね、火の町から出ることなく父の店を継ぐ夢に向かって頑張っていた主人公の火の女の子、エンバー、エンバーっていう女の子が主人公で、火で、火の燃えてるんですよね、燃えてる、この子がエンバーの手なんですけども、はい。ある日偶然、自分とは正反対で自由な心を持つ水の青年ウェイドと出会います。ウェイド、水のできてるんですね。ウェイドと暮らす中で初めて世界の広さに触れたエンバーは、自分の新たな可能性、本当にやりたいことについて考え始めると。火の世界の外に憧れを抱き始めたエンバーだったが、エレメントシティには違うエレメントとは関わらないというルールがあった。監督はアーロと少年のピーター・ソーン。声の出演はエンバー役を川口春奈、ウェイド役をキスマイフット2の玉森さんが務めます。あとびっくりしたのが、ファン役をサンドイッチマンの伊達みきおさんが声優だったのはびっくりしました。はい、僕全然前情報とか知らずに言ってるんで、もうちょっと、あ、最後のエンドロールで、おお、そういうことだったんだっていう風にびっくりしました。ちなみに余談ですけども、マイ・エレメントが始まる上映時間に行くと、上映されたのはマイ・エレメントではなくて、短編映画のカール・ジーさんのデートが同時上映されていましたと。で、僕はもうさっきも言いましたけど、事前情報なしで行きますんで、あれ、ああひょっとして短編映画かなと思って見てました。で、時間は20分もない、10分はあると思うんですけど、10、20分は行ってないと思うなっていうぐらいの感じのほのぼのとした内容でしたと。実はね、カール・ジーさんのデートが一番楽しみに見に行ったっていう人もいるそうです。はい、ではですね、まあどんどん本格的にネタバレしていきます。で、今回の話はいろんな要素があるなと思って見てました。で、例えば人種差別、おそらくですけども映画の舞台になっているエレメントシティ
というのが昔のアメリカが舞台で、主人公の両親が移民してくるんだけども、言葉が通じなくて家を借りようとしても断られ、やっとの思いで店を出店するんだけども、水のエレメントに下に見られて見下されていると。まあ実際は本人たちがそう思っているだけの可能性も高いんですけども、はい。でつまり火のエレメントはアジア系2世あたりで、富裕層の水のエレメントはアメリカ人といった感じで表現されていると思いました。ちなみに土、風と土は基本的にあまり関わらないでいる感じの印象の人たちです。なので火のエレメントの人が来ても関わらないようにしているという感じですね、はい。で実際パンフレット読むと、やっぱそのこれ舞台ニューヨークだよねみたいな話で、実際そういう差別とか受けた人のインタビューもしてるそうです。そういうのをいろいろ聞いてなんか作ったっていうのもあるそうです、はい。この映画の面白いところないしは魅力というのは、観客の興味を引っ張り続ける話の構成をしている点だと思います。その点っていうのがね、まず一つは二人の恋の行方はどうなるかであります。もちろんこれは恋愛漫画ドラマでは何の変哲もないよくある展開なんです。だから王道展開なんですけども、ただうまいのは主人公は火で恋人役は水なんですよ。でもちろん火のエレメントは水をかぶるとね消えてしまいますし、がっつりかぶると火も消えてね死んでしまいます。そして水のエレメントも同様に熱すると蒸発するし、思いっきり熱すると蒸発して死んでしまいます。でそんな2人がね、仮にね周囲の反対がないにしていたとしてもね、どうやってもね障害をどうやってのその障害を乗り越えていくんだろうって、ね、大きな疑問謎ができるわけですよ。なので物語を最後まで見ようと思います。最後結局どういう風に障害の乗り越えるんだろうっていう、その大きいやつがあるからもうすごい見やすいんですね。でまたこの映画のいいところっていうのは、そういった水をかぶると火のエレメントは死んでしまうといった世界のルールを言葉で説明なしで映像として自然にお客さんに教えているのがまたいいところだなと思いました。つまりナレーション入って火のエレメントは水をかぶると死んでしまいますっていう説明文があるわけじゃなくて、もう映像的にね水をかぶった時にあーってなったりするシーンがいっぱいあるから分かりやすいんですよ。で序盤で一番最初に火のお母さん、エレメント、お父さんとお母さんが上京する時に初めてそのニューヨークっぽいところ、要するにエレメントシティっていうところなんですけども、大都会なんだけども、電車に乗るんですよ。そうすると水のエレメントがいっぱい電車に乗ってて、でバシャーって体から水がこぼれ落ちるわけですよ。でそれでお母さんの顔にバシャーってかぶって火が消えちゃうんですね。で顔が消えっぱなしで、でどうするのかなと思ったら、火種みたいなやつを食べてボーって燃やして、まあ直してるんですけども、そういったルールでね、映像で、あこういうルールで死ぬし復活もできるんだっていう風にちゃんとね序盤で要所要所描かれてるんですよね。で物語をそういう風に分かっていく感じでなっていくんで、あの展開していくにうちに、物語が展開していくうちに何が危険で、何をすれば助かるのか分かっているために話に入りやすいなっていう風に思いました。でまた、展開もねテンポも良かったので眠くならなかったのもいい点でした。うん、いい映画でも長い方にするとねちょっと眠たくなったりするんですよね。ミッションインポッシブルの映画を最近見たんですけども、面白かったんだけども、途中やっぱな会話のシーンが続いた時にふってちょっと 2,3 分寝ちゃったんで、うん、だからそういうとこはなかったんです一度も。まあ良かったなと思います。はい、あと細かいところで言うと、エンバーがウェイドを追いかけるシーンで、家と家の人はね人が通れない、要するにビルとビルの間に隙間があるじゃないですか。しかもこれぐらいの隙間だったら人間通れないじゃないですか、うん、だけども2人が通っていくんですよ。だから体の大きさを自由自在に変えれるっていうところもねちゃんと映像で見せてるんですよね。で僕もそのシーン逆にちょっと面白くて笑いました。で追いかけてる最中に今どういう感じだったのかっていうと、追いかけてる最中にウェイドが突然消えるんですよ。でエンバーがどこに行ったんだっていう感じで、主人公同様僕もあれどこに消えたんだろうと思ったら、壁と壁のとても狭い隙間を通っていて、おいおい通れるんかいと思って、ああそういうルールなんだと。で主人公どうするんだろうなと思ってたら、主人公もぺっしゃんこになって通ってたんですよ。でお前もできるんかいと思ってちょっと突っ込んでしまいました。で面白かったです。はい、そうやってあのキャラクターの特性もちゃんと生かした話になってるから面白いなと思います。でまたクライマックスのね感動展開のシーンなんですけども、僕は良かったと思うんですけども、人によってはちょっとご都合よすぎないって思われるシーンというかオチなんですよ最後。うん、
で、まあ、人を幸せにするにはそうするかな、しかないよなっては思いました。ラストのシーンでね、泣いた人もいるんじゃないかなと思います。まあ、僕もね、いいとは思うんだけど、ちょっとそこはちょっと引っかかりましたね。で、あといいところは、キャラのデザインが可愛いところ。うん。めちゃくちゃ、これちょっと見せれないんですけども、見せれないんですが、これだったら見せれるかな。これね、このエンバーとウェイド、うん、水と火で、普通恋人ってさ、もう手つないだりキスしたりしたいじゃん、うん、だけどそれがもうキスはおろか手もつなぐことも許されないんですよ、うん、だからこんな二人がどうやって今後恋愛を発展するんだろうって気になってしょうがないですよね、うん。で、性格もやっぱ面白いんですよね。このウェイドっていうのはね、すっごい泣き虫で涙もろい、優しいがゆえに めちゃくちゃ涙もろい、ね、翼の折れた蝶々が飛ぼうとしてるけどできないっていうあたりですぐ泣いちゃう。すんげえ優しい、想像力が豊かで泣いちゃう。でこの子は全然泣かないんだけども、ウェイドと話してる時に初めて涙流すのよ。でそっから今まで全然泣いてなかったのに、ウェイトと会ってから涙するようになっていくっていう、もうなんか恋を知らない時ってさ、女の子、男の子っぽい感じになるじゃん。だけど恋をすると女の子になっちゃう感じ。うん。もうどんどんね、すごい恋する女の子になっちゃうんですよ。で、それがゆえにちょっと弱さも見せれるようになっちゃって、強くなってる反面、弱さもね結構現れるようになっちゃうんだよね。そこがちょっとね、逆にそれはキュンキュンポイントかなと思いました。うん。でさらに面白いのが、ウェイドの家にエンバーが行くんだけども、その家族もね、なんかすごい個性的で、この子、この親あり、この子ありみたいな、そんな感じで面白いなと思いました。でさてですね、ちょっと話変わるんですけども、僕自身もね、この作品はどういう構造になっているのか、ちょっと復習、話しながら復習するために、ざっくりの話の展開を箇条書きのように話していこうと思います。で、はい、じゃあ今からじゃあどんな感じなのかっていうのを、どういう始まりで展開していくのかっていうのを話していきたいと思います。まあ、あらすじみたいなものなんですけども、まあ、ざっくり話の展開を言うと、まずね、物語の始めはね、船に乗ってね、主人公の若き日の両親、エンバーのお父さんお母さんが小さな船に乗って、ドラゴンクエスト5の小さい船ね、パパスみたいな感じだけど、大都会に行くんですよ。で、そのまま大都会っていうのがエレメントシティなんですけども、まあニューヨークを思い浮かべたらいいんじゃないかなと思って、はい。で、着いたんだけども、そこにはね、火、木、水、土の4つの人種が集まっていて、街並みもすっごい発展して大都会のわけ、大都市なわけですよ。で、移民したばかりの両親は言葉も通じないですよね。で、パスポートとかでも言葉通じない。うん。着いたは着いた、移民しましたと。だけど言葉通じません。で、住む家を探すんだけども、火のエレメントってすごい嫌われちゃってるね。だから、体が火だから、アパート借りると、アパート木だから燃えちゃうじゃない。だからお断りとか。もう火のエレメントっていうのはもう、はいはい、人種差別されてるわけですよね。で、全然どこも貸してくれないし住めないよと。で、やっとの思いで住む家を見つけて、で、数年後、やっとね、主人公のエンバーが誕生して、で、そして一生懸命頑張って、やっとの思いで、個人のお店、ファイヤープレイスを出店するんですね。やっと自分のお店を構えることができたんですよ。で、その後、火のエレメントが続々と住むようになってきて、ファイヤープレイスは、ファイヤータウンの中心となっていったわけですよ。うん、もうその火のエレメントは最初もうそこしかなかったんだけども、どんどん集まってファイヤータウン、もうタウンみたいにその人たちが火のエレメントばっかりが集まるような街になったんだよね。まあエレメントシティの中の一部なんだけども、はい。で、自然とそのファイヤープレイズっていうお店はみんなのたまり場になってるわけですよね。で、エンバーはそのうち大きくなって、そのうち父を楽にするために店を継ぎたいと思うようになってたわけですよ。で、お父さんにすごい一人前として認められたいって思うようになったんですよね。で、ただエンバーにはすごい重大な問題点があって、それはすぐカッとなる癖がある、んですよね。ただそのカッとなるのはあまりにも、ね、身勝手な感じなくて、厄介なお客さんに来ててる場合が多くて、例えば商品を買うと無料で1本花火がついてくるっていうサービスがあると、お客さんが
じゃあ有料の商品は買わない、いらないから無料の花火だけくれって言ってきて、何度も断ってんのに勝手にその花火を1本取って火をつけて遊び出したんですよ。で最初はそのエンバーもダメダメって火消して取り上げるんだけども、いやだから僕は有料のものはいらないから無料のやつくれよって言って、また新しいやつを勝手に取って火つけるんですよ。でそれ何度も繰り返してカーってなって怒っちゃうみたいな。まあ正直その怒りって別に僕共感できるし、頭おかしいじゃんって思うんだけども、まあお父さんはそれを見て、あーエンバーバイハーって書いてなだめるんですよね。ただ相手がいくら悪いとはいえ、感情的に綺麗な良くないのは確かなんですよね。で感情のコントロールをうまくできるようにならないといけないよなと思って見てました、主人公がね。で感情のコントロールはとても難しいので、どうやって主人公を直すんだろうと思って見てたんですけども、これが一つね物語の大きな課題としてね提示されていたので、ここもすごいいい点かなと思いました。人種差別でしょ、で主人公の恋愛模様で主人公の欠点、もうどういうふうに克服していくんだろうっていろいろ問題が提示されてるからね、すごいどん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 物語に引き込まれる要素なんですよ、うん。でそんな中ですね、父親が今度お店でセールをやると、なんとか記念みたいで半額とかいろいろセールんだけど、そこでエンバー一人にお店を任せるから、切れずにカットならずに一人でこなせたらエンバーをね一人前と認めますと、でその上で店を譲りますっていう約束をするんですよ。でここまでがね起承転結の木の部分かなと思いました。うん、まあこんだけのいろいろな木の部分でこういう状況ですよ、主人がこういう問題点がありますよ、さあどうしますか、で主人がこういう目的がありますよっていろいろ提示されてるんで、もうここまで木かなと思いました。でそこから主人公の目的も提示されてるから、もうここから問題が起きるんだなと思って見てたんですけども、まあズバリそんな感じで、でさあ当日の日ですけども、いざお店を開店させると、ものすごいお客さんが店に押し寄せてるんですよ。でそれというのも店のあらゆる商品に半額シールが貼られているのが原因の人で、もうレジはすぐ長蛇の列があっという間にできるんだけども、僕はねこれを見てね、一人でさばくの無理じゃんって思ったんです。さすがに商品並べながらレジ打ちながらもう無理じゃねって思って見てたんですよ。でしかもお客さんまた理不尽なこと言ってくる始末なんですよ。例えばあの半額シールを全部剥がして、これも半額なのとか言ってレジに持ってきて、いや違う違う違うみたいな、いろんななんかエンバーを怒らせようっていう出来事がいっぱい起きるわけですよね。でもうついに怒りがあーって爆発しそうなんだけども、爆発しちゃいけないから地下室にちょっとお待ちくださいとか言って地下室に行って、まあ、あーとか言って、まあ、怒りを爆発させてなんとか収めるんだけども、その衝撃で、はい、水道管がねむき出しになってん、地下って水道管がむき出しになってんだけども、パシュパシュパシュンとか言ってひびが入っちゃうんですよね。で水がバーって出て、で地下の中にはそのいろいろ商品とか在庫が置いてるから、やばい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 とか言って、まあいろいろなんとか自分で直そうとするんですよ。で主人公の能力って火だから、水道管の鉄を一回溶かしてグニューンって形を変えて、まああの傷口を直すんだけども、まあそれでもひび割れた箇所がいっぱいありすぎて、まあ、なかなか直せないわけですよ。でその時にそもそもこいつウェイドが出てくるのかなってすごい思ってたんですよね。もうそろそろ展開していかないと、なんか話自分のね作品に対する気持ちが離れるよなと思って見てたんですけども、って思ったら破裂した水道管から水がダーってなって地下が水浸しになるんですけども、そこからねいやーって書いてこいつが現れるんですよ。いや出てきたんかい、しかもその登場シーン面白いと思いながら見て、話が気持ちが戻ったんですけども作品に、うん、ああそうそういい感じ出てきたな、まあそうだよね、ここら辺で展開していかないとちょっとつまんないぜと思って、うん。でしかも水の中からこんにちはとか出てくるから何って思うよね。だからこのマイエレメントってその恋愛映画なんだけども、まあ、ざっくり言うと、でもそういうキャラの個性がすごい強く出てるから、それがねやっぱ面白いのさの秘密かなと思ってます。はい。で現れるや否やどういう風になっていくのかなと思ったら、そのウェイドっていうのは市役所のね検査官で、その違法があったりしたら報告しないといけないんですよね。でいきなり現れるや否や、その別に
そのエンバーのお店を目をつけて検査しに来たっていうんじゃなくて、エンバーの店の水道管が破裂した勢いで、この仕事中にその水に引っ張られて水道管を通って引き寄せられたって感じなんですよ、たまたま。で、見たらお店の中で違法建築じゃないけども、いけない箇所がいっぱいあるから、ごめんよとか言って、これで営業停止になっちゃうけど報告させてもらうわとかいう感じで泣きながら報告するわけですよ。報告書を書き込んでいくんですよ。で、エンバーはやめてよやめてよって、ごめんそういうわけにはいかないんだ、じゃあねーとか言って市役所に戻ってから、エンバーがちょっと待ちなさいよって言って追いかけて、やめてよっていう、ここで追いかけっこシーンが始まるんですけども、そのさっきも言ったように追いかけっこシーンがこれまた面白いですね。その追いかけっこをすることによって、その世界のエレメントシティの世界がどんな世界なのか、どういうルールなのかっていうのをちゃんと映像で見せてるっていうところがとてもうまいテクニックかなと思っております。うん。で、しかも今回そのエンバーもやっぱり父親の影響でファイヤープレイズ、ファイヤータウンから出ようと思ってなかったんです。要するに火のエレメントたちで集まってる地区って言っていいのかな、地区があって、そこが出ようとしないよね。で、水のエレメントで固まってるところって富裕層だから、超高層ビルとかそういうも、要するにリッチなんだよ、リッチ層、ね、富裕層なんですよ、天井人で。そのエンバーが住んでるところは貧困層なの、言ってみればね。別に貧困っていうほど貧困じゃないんだけども。で、エンバーは別に電車で行こうと思えばいつでも行けるんだけども、水のエレメントの住む、ま、町に、町っていうか、もう地区か、地区に、だけど私は行かないよって言ってたんだけども、この追いかけっこするときに、そのウェイドがその報告書を市役所に持っていくけど、その市役所っていうのが水のエレメントがいっぱいいるところに立ってるんで、当然向かうんですよ。で、エンバーはすごい行きたくなかったんだけども、店を、自分は一人前と認められたいし、店を任されてるから、何としてもその営業停止を食らいたくないわけですよ。なので、もう追いかけるしかないよね。で、ついにその追いかけっこの中で、その水のエレメントの住む地区に行っちゃうんですよね。で、そこでいろいろ起こるんだけども、まあそこの描き方がやっぱ面白いなと思いました。はい。で、そうですね、あと逃げ方もさっき言った特徴でもう水のエレメントは水のエレメントらしい逃げ方もするし、火のエレメントも火のエレメントらしい追いかけ方をするんですよね。うん。要するに、例えばエンバーが勝手に店のものの油を勝手に取って地面に撒いて、で、自分の火でその油に火をつけて、まあ、同化するのかな、同化して壁を作って生かせないっていうんだけども、そのウェイドはウェイドで水だから、地面に濡れてるとそこからこう生かせないよって言うんだけど、水にジュボンって入ってブルーって入って通り抜けるんですよ。なんか面白いんですよね。なんかすごい、そこら辺が。結局ですね、報告書はまあ提出されてしまいまして、大事なお店が営業停止になってしまうんですけども、エンバーは自分のせいでなったために、もう親に事実を伝えられなかったんですよね。もう営業停止になっちゃいましたって言えなくて、まあもうこれは親に黙って、なんとかその取り消し、営業停止を取り消してもらうしかないと思って、一生懸命、今度はこのエンバーがウェイドに追いかけるんじゃなくて、なんとか市役所で取り消してっていう風にフェーズが変わるんですよ。そうすると、ウェイドがちょっと力を貸してあげるっていうことになって、まあ、なんやかんやあって、ウェイドの上司のゲイルに取り消しをお願いしに行くわけです。で、ゲイルは営業停止を阻止できる人物であって、ちょうどゲイルはスタジアムに試合を観戦しているという情報を得るため、エンバーはウェイドと共に試合会場に行くんです。エンバーが無理やりね、ウェイドに私を連れてってよって感じで。で、そこではゲイルとは気を合わずに見学が始まるんですけども、ウェイドのポジティブで優しい性格のおかげで、そのゲイルとエンバーが分かり合うんですよ。で、ゲイルっていうのは風の精霊エレメントなんですけども、やっぱりちょっとどこかしら火のエレメントをバカにしてる感じを、下に見てる感じがあるんですけども、ウェイドのおかげでね、ちょっと仲が通じられたんですよ。で、そこでだんだんとエンバーの心も、ウェイドっていいやつじゃんっていう風になんか見る目が変わってきてくるわけですね。で、その会あってちゃんと話し合いができて、ファイヤータウンの水道がそもそも止められているので調査が必要だと。
で、それを解決できたら営業停止は取り消すよっていう約束をゲイルとエンバーが約束するわけですよ。で、2人はその後水漏れの原因を発見して解決する答えを見つけ出すわけです。で、その帰りウェイドはエンバーをデートに誘うわけですね。で、このやりとりでウェイドの性格やいいところ、エンバーの心の支えになるところが描かれていて、心の流れがきれいに描かれてるなと思いました。で、また後日デートのシーンになるんですけども、そこがまた素敵なシーンで、というのもね、エンバーの体は炎にできてるんですけども、色のついたクリスタルあるじゃないですか。で、エンバーがここに乗るとそのクリスタルに反応して色がね、あの青とか緑とかに変、まあ、何色か忘れたけど変身できる、紫とかね、変身することができるんですよ。で、またそれに触発されたウェイドが水上走って虹をこうシューって、また水パーっていって虹がふわーんってかかるんですよね。っていうのがすごい印象的なんですよ。で、しかも面白いのが、エンバーが面白いのは空を飛べるんですよ。ただ自力で飛べるんじゃなくて、例えば傘を差して自分の熱で自分の体を浮かしたり、もしくは気球を自分の熱で浮かしたりとかね、すごいんですよね。だからもうすごいちゃんとキャラが生きてるように、話のためにキャラがいるんじゃなくて、キャラクターのためにね、ちゃんと話ができているって感じで、すごい出来がいいんですよね、もう本当に。で、デートのシーンで良かったのはね、そのエンバーの強みが普段の生活で弱点にもなっている点が描かれているっていうのがすごい良かった。例えばウェイズとエンバーが2人でプリクラ撮るシーンがあるんだけども、そのエンバーは火だから常に明るいわけですよ。なんでパシャッと撮ろうとしても白飛びしちゃうんですよね。要するにうまく映らないんです。はい。とか映画館に行ってもどうしてもエンバーは炎だから、暗くなっても明るくてお客さんに迷惑かけるんですよね。だからすごい光を遮断するコートなのかな、起きてなんかみんなに迷惑かけないようにするんですけども、まあ、そういう風にねちゃんと描かれているところ、あとウェイズと一緒にねエレベーターに入るんですけども、そこがたまたま満員で密着するんだけども、そうするとねやっぱエンバーとほぼ密着 してないんだけども、ほぼ密着するから、やっぱ水のエレメントの体がね、やっぱどうしてもブク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 って沸騰するんですよね。なんでこの好きだけど振り合えないっていう構図がここでも描かれているので、もうこの映画はね、一つ一つの何気ないシーンからでもね、ちゃんと重要なルールを映像で見せてるっていうのがね、すごいねいいなと思いました。で、さらにね、まあ良かったなと思うのは、その追い打ちをかけるようにウェイドに家に招待されるエンバーは。で、ウェイドに招待すると、まあもう富裕層ですよ、ウェイドは。だからもうどっかの高いだだっ広いマンションに入るんだけども、ただね、まあ、高級的な感じにできてるんだけども、それがまた床がね水浸しっていうか水没してるんですね、少しだけ。あえてね、絨毯かのように水没してて、でカーテンも水が流れて滝のようになってて、カーテンになってる。だからもうエンバーにとっては水かぶると消えちゃうから、もうやばいんですよ。普通に歩くことすら許されない、でカーテンに触ることさえ許されないみたいな、そういう感じなんですよ。だからそれ見てますますその2人との対立ができてるから、もう本当にこの2人本当にくっつくんかいなっていうふうに思いました。で、またそのシーンではですね、エンバーが壊れたガラスを芸術作品に熱して作り上げるシーンがですよね、その家族の親戚がコップかなんかガラス的なものをこうバラーンって割っちゃうんですよ。そしたらエンバーが拾って「任して」とか言って一回溶かして、すごい芸術的なこの花瓶じゃないけどできるんですよね。で、みんな「まあ素敵よ」みたいな感じで、すごい才能だ、なぜあなたは、みたいな、これ私の知り合いがうんぬんかんぬんで行ってみない、ちょっとファイヤーエレメンタルシティからは離れちゃうけどとか言って、でも私はそんなっていう風になって、自分の才能に気づくんですよね。うん。で、自分の才能を気づくと同時に、そのエンバーが自分の本当の気持ちに気づき始めるんですよ。っていうのは、父の店を継ぎたいって子供の時言ってたんだけども、本当はもうそれも本音なんだけども、それって父を楽にさせるために言ってたっていうのもあるんですよ。うん。だからだんだん父のために継ぎたいじゃなくて、自分のために人生を生きたいってやっぱ思っちゃって、店を継ぎたくないっていう気持ちもはっきりし始めちゃったんだよね。で、ここがもうまさに映画でいうターニングポイントで、まあ、耳を澄ませばと一緒ですよ。聖司君の家に行って自分の気持ちに気づく
雫が自分の気持ちに気づくのがターニングポイントになっていると同時に、このエレメンタルマイエレメントももうそのウェイドの家に行ったのがターニングポイントになってるんですよね。でそこからいろいろ今までそのお店とかファイヤータウンとか火のエレメントっていうところからそのターニングポイントをもとにその水のエレメンタルっていいなとか自分はもっと能動的に動きたいなっていうふうにどんどん心の変化をし始めるんですよ完全に。で私もそういう可能性があるんだと思ってる時にさらに追い打ちをかけるように上司がねそのゲイルっていうさっきの市役所の人が営業停止取り消しますって報告来てやったいいじゃんってなってもうますますいいじゃんっていう方向になるんだけどもそこでエンバーとウェイド喧嘩しちゃうんですよ。でなんでかっていうとやっぱりエンバーは火のエレメントでその親との関係要するに親を面倒見たいとかで責任プレッシャーお店の責任プレッシャーあとエンバーの気持ちをね本当の意味でウェイドは理解してくれてないと要するにウェイドってさ富裕層の考え方なんですよ。だからチャンスありゃ行きますとかいう行ってらっしゃいっていう関係なんだけどもエンバーはもう子供ながらにしてもいろいろ子供じゃないんだけどももう背負ってんですよいろいろ生活を、うん、だから気軽に私勉強しに行きますっていうふうにはいけないわけですよね。だからその差が出てるんですよそこで喧嘩になっちゃうんですよね。でまあたまたまそのエンバーのお母さんもなんかエンバーをつけてて娘の彼氏ってどんな人かしらと思って見てたら大嫌いな水のエレメンタルのウェイドでまあ許せないわって感じになるんだけどもまあでもそこがなんかいい感じでしたね、うん、まあそういった感じで、まあ、この2人の恋の行方はどうなのかでお店の運命は水道管の問題を果たして片付くのかといった感じで話が進んでいきます。で後半では当然水道管の問題を解決したという感じになったんですけども町にあるね大きな水門みたいなのがあるんですよ、まあ、水門でいいのかなまさに水門かで壊れていたのが原因でエンバーの能力で簡易的に修復するんですけどもそれをね放置していたため結局またねぶっ壊れて町がね大変な目に遭うんですよ。で簡易的に直して、直すんですけども簡易的に直すのは最初にエンバーたちが見つけてすぐに直さないといけない状態だったので、まあ、しょうがないと思うんだけどもでもそのね重大な欠点があったにもかかわらず発見して原因が分かったにもかかわらず簡易的に直したままだったんですよ。でそれがどうなのかなと思ったんですけども結局簡易的にやっちゃってるもんだから結局門が壊れて水が溢れ出してでその水がそのファイヤータウンに押し寄せてくるんですよ。その津波みたいにズワーってもう家とかも浸水しながらもう人を飲み込んでやばいやばいやばいみたいな感じででしかもその感じで行っちゃうもんだからラストはそのエンバーが自分の家に行ってみんな逃げて高いところへって言うんだけどもその店の中にはそのブルーファイヤーみたいなやつがあってそれは火を絶やしちゃいけないっていうのがあるんですよ。でずっとお父さんの代からそれを火は守り続けてたんだけどもエンバーもそれを見捨てて行けばよかったんだけどもそうしちゃうと火が消えちゃうからわざわざその危険なわざわざ津波が水が迫っているところなのにお店の中に津波ブワーって来ている中にわざとも中に入って火をこうやって自分の能力で壁を作ってガラスを溶かして壁を作って消えないようにするんだけどももうダメだ私じゃもう無理だっていう時にウェイドがやってきて僕に任してっていうわけじゃないけど助けに来たよって言って協力して火を守るんだけども、うん、そこで衝撃的なラストにクライマックスを迎えるわけですよ。でもうこの小部屋に押し込まれちゃってで水もう完全に開けちゃうと水がザーッと入ってくるわけですよ。でも開けちゃうと火が消えちゃうわけですよ。でもう小さい小部屋だからもう逃げ道ないです。で天井に煙突があってそこから逃げようと思ったら上から石がもうガラガラガラって崩れたやつがもう落ちてきて埋まっちゃってもう逃げ話で2人閉じ込められてで門を開けると水が押し寄せてウェイドは助けるよ水だから。だけどこいつは水をかぶると死んじゃうから開けれない。でなおかつ家の大切な火も消えちゃうので開けれない。でも閉めっぱなしになると密封だから
塩場の熱で火がどんどん熱してきて、でどん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 こいつの体が上昇して蒸発してくるんですよ。だから死んじゃうんですよ。どうしますか？もうクライマックスで、やばいやばいやばい。でここのめちゃくちゃいいシーンっていうのは、互いに自分をね助け合わせようと、自分を助けようと、助かろうとつなげて、相手を思いやって助けようと思う。だから俺もういいよと、もうこのまま俺閉じ込められて蒸発しちゃうけどそれでいいよって言うけど、エンバは嫌だと、だからもう火を消してもいいから開けたいって言うんだけども、そこでいろんな非常の選択が来るんだけども、その危機に迫った時本音って出てくるもんじゃないですか。で自分の保身っていうのはどうしてもあるから、自分が助かりたい一心になるんだけども、そこでお互い助け合おうっていうシーンが出てくるんで、そこでグッと涙が出てくるわけですよね。で結局どっちかがね、まあ、ここあえて言わないんですけども、犠牲になっちゃうんですよ。涙ですよね。まあそういう感じで、もうみんなボロボロですね、そこで。はい、すごい。でも果たしてどうなるのか、もうここはちょっと言えないんですけども、確認してください。うん、まあそういう話でした。めちゃくちゃ良かったと思います。うん、もう感受性の強さは僕の話だけでも泣いちゃうんじゃないかなと思います、本当に。うん、なので子供お子さん持ってる人、いる人、ぜひねこの夏行った方がいいです。間違いない、間違いない。でカップルでイチャイチャしたい人は、はい、映画でちょっといい気分になりたいな、いい雰囲気になりたいなって思ってる人、もしくは狙ってる女の子、狙ってる男の子となんかいい雰囲気になりたいなと思った人は、マイエレメント行った方がいいです。間違いないよ間違いないよ。行っとけ行っとけ、ここでハート掴んどけって感じで、はい。ちなみにフィルマークスの評価は 4.1 と高評価でした。いろいろパパッとね、まあネットの評判も見ましたけども、ほとんど泣ける泣けるって感じでした。一部ではそのラストのシーンの展開がちょっとあれなんじゃないかっていうものもあったりとか、あと王道展開すぎて嫌だとか、あとなんだろう、王道展開がもう子供っぽいっていう人とかね、そういう人がいたりしたんですけども、でも僕は良かったと思います、お金払って。で実際にそのネットの評判で興行収入とかが少ない、大爆死って言ってて、ああそうなんだと思って僕も行ったんですけども、話としては全然良かったですよ。全然いい、もう心配しなくていいよ、全然心配しなくていい、話はもう間違いない。で結局興行収入が悪かったのってきっとディズニープラスのせいだなと、まあ、待ってればさ、まあ、ただで見る、まあ、ただでお金払ってんだけども、まあ、見れるわけじゃないですか。だからわざわざお金払って映画館で見る必要性はないって思っちゃうんだけども、でも僕は映画館で見てよかったかなと思ってますんで、もしなんかちょっと迷ってるなとか、どうしようかなって思ってる人はもうぜひ見た方がいいです。はい、もう本当に良かったんで、パンフレットも買ったんでね。はい、じゃあそんな感じで、この長時間よく聞いてくれますね、ありがとうございます。もうよし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 って言ってです。素晴らしい。はい。ちなみに、君たちはどう生きるかのまとめ、ネタバレあり感想も動画撮りましたので、今あと編集するだけなので、ぜひそちらも見てください。では、いつも見てくれてありがとうございました。では、失礼します。バイバイ、ありがとう。